こんにちは、かっちゃんです。今日はですね、ハムちゃんと一緒に動画を撮っていくんですけど、お客様から、こちら、お芋をいただきました。安納芋というお芋で、前回もお客様からお芋をいただいたんですけど、今回は、好きな食べ方で食べてねっていう意味で、無調理の状態でいただきました。前回も、安納芋をね、ハムちゃんと一緒に食べる動画があったと思うんですけど、今日はね、安納芋を調理して出来上がったのを、ハムちゃんたちに食べていただくっていう感じで、僕がね、安納芋を作っていきたいと思います。そしてね、前のお家ってね、なんかちっちゃいお家だったので、備え付け IH ってあったんですよね。で、今回から初めてコンロも2個口3個口置けるような大きさのキッチンになってるので、自分で買わないといけないんですよ、あのガスコンロ。でもね、ちょっとまだね、料理もする時間があまり取れてなくて、まだね、いいかなと思って買ってなかったので、今回はこちらの炊飯器を使ってやっていきたいと思います。で、今回はね、ハムちゃんも食べるので、シンプルに焼き芋にしようと思います。でもね、炊飯器で焼き芋するのちょっと初めてだからね、いい感じにできるかちょっとわかんないですけど、やってみたいと思います。この安納芋っていうお芋は、可愛いですよね。丸っこくて。その代わりね、ちょっと厚みがあって火が通りにくいと思うので、先にね、カットしてしまおうかなと思います。食べやすさを考えて輪切りにしよう。安納芋の断面がね、普通のさつまいもとかなり違う。見て。カメラじゃ分かりにくいかな。普通に見えちゃうかもしんないね、カメラだと。本当にね、オレンジというか黄色というか、メロンの色してる。びっくりする色してる。本当に。はい。ざっくりとですが、こんな感じで、さつまいもをカットしました。かなりお世話になってるもので、長い間使ってますね。くるみた感じなので、バターを塗ろうと思います。ハムちゃんが食べるのはね、バターのついてない面を揚げるようにしたいと思います。なるべく分厚いのをそこに置きました。スタート、オープン。お、美味しそうです。はい、いい感じです。いただきます。ほくほく。根野菜って書いて根野菜だから、チップデール大喜びだね。チップちゃん起きてきました。じゃあちょっとね、近くにカメラを寄せて。あれ、いなくなったよ。お水飲んでる。チップタン、お芋どうぞ。かわいい。持って食べてる姿がかわいい。滑るね。はい、どうぞ。かわいい、チップ。滑ってる。おいしい、チップ。滑るね。はい。滑らないようにストッパー。はい、回すね。うん、おいしい、チップ。夢中だね、チップ。滑るね。はい。滑らないようにストッパー。あれ？あれ？皮のとこまで食べちゃってる。美味しいでちゅか、チップちゃん。うん、かわいい。手のひら乗っかって食べる姿、やっぱり可愛いですね。いや、すごい夢中で食べてるよ。ハムちゃんは両手で食べる仕草が本当に可愛いです。はい、前からも。かわいいね、チップ。あれ、フリーズ。これぐらいにしとこっかね、チップちゃん。ごちそうさまでした。はい、デールちゃんです。中身のね、柔らかいところだけ手に取ってあげてます。あ、
テテで食べてるね、デールちゃん。一個一個。やっぱり美味しいね。すごいよく噛んで食べてるね。口ぐったい。ちゃんと指噛まないで、エルちゃん。えらい。おしまいかな？食後の運動。炊飯器でただスイッチ入れるだけでできちゃうので、すごく簡単なので、よければね、皆さんもぜひ焼き芋作ってハムちゃんと一緒に食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。